はい、成功法で負けない FX のりまるです。今日は、またね、失敗エントリーを送っていただいたので、それをね、振り返っていって、何かね、役に立つようなことがお伝えできればいいかなというふうに思います。よろしくお願いします。いただいたお便りですね。以下エントリーの詳細として、2018年4月の11日、ドル円5分足エントリーと書いてあります。今日はね、週末の土曜日なので、1、3、水曜日、木曜日、水曜日ですかね、のドル円のエントリーというところですね。エントリーの根拠、4時間足で、買い方向のトレンドが発生しているので、目線は上と確認、4時間足のトレンドライン付近に接近して、106.98で値が止まり、その後、107.14まで、高値を更新。再び下落をしたが、最安値を更新できず、107.02で止まり、5分足レベルのダブルボトムの形成を確認した。しばらく様子を見て、きれいな陽線が出た、107.08付近でエントリーをしたと。ちょっとここだけ見てみましょうかね。画像も送っていただいたんでね、こういったところですよね。ドル円の5分足。で、この下落をしたのが、多分これね、FOMC だと思うので、水曜日ですかね。そこのチャートを見てみると、おそらくここですよね。4時間足のトレンドが出てきてて、11日ですね。で、この安値、この辺りだと思います。ちょっと縦線引っ張っていきましょうか。多分この辺りかな。8時。時間帯は書いてないですね。11日の6時。朝ですよね。どんどん下げてきて、いったあたり。目標ラインは直近の高値。107.14で、損切りラインは、直近ですね。107.02。これ多分ね、自分と同じような場所でエントリーしてると思うんですよね。結果は損切られて、マイナス6ピップスでしたと。結果的には、損切られたが、ダブルボトムからの上昇を確認してエントリーしたと。この自信はあったと。以下、質問事項というところで、今の目線は上位足のトレンドが発生していることから、買いの目線で問題ないか。短期足でのエントリーも取り入れていますが、なかなか勝率が安定しませんと。短期足での注意事項があれば教えてくださいというところなんですけども、ひとまずその5分足の場面を見てみましょうね。はい、5分足。で、時間帯的に、どのあたりかな、この。おそらくこの辺ですよね。で、5分足のダブルボトムなんで、この辺りかな。時間帯があると、なおさら分かりやすいですけどね。画像。下髭付けで戻されてきたところですね。なんで、この辺りだと思います。なので、この辺かな。ちょっとね、画面を広くして15分足にしますね。はい、この辺ですね。おそらくこの辺りだと思います。ちょうどね、ここに自分もね、ライン引っ張ってたと思うんですけど、これが107円ラインですよね。107円ライン。で、いろいろね、細く書いてもらったと思うんですけども、多分ここでね、自分もエントリーをしてるはずなんですよね。で、この辺りですね。違ったかな。ツイッターで、つぶやいたところだと思うんですけども、4時間足でのトレンドが発生してきて、もう押し目買いが入っていって、そこからの、戻りですね。で、この切り下げラインを、ブレイクしたあたりからは、上昇していきそうな場面ではあるけれども、ちょっと余計なラインを全部消しますね。こんな感じかな。
まあ、ひとまず4時間足から見てみますか。はい、4時間足。で、エントリーを考えた位置が大体このあたりですよね。で、まあ、4時間足の方向性で、まあ、トレンドフォローをしていると。直近高値を抜けてきて、押し目買い入っていっている。上昇トレンド。まあ、冷やしレベルで見ても、ぐーんとね、まあ、強く上昇していると。ただ、まあ、直近高値は超えてないっていう状況ですよね。で、これはね、朝の考察動画ね、まあ、今週が始まったあたりからずっとお伝えしてたと思うんですけども、ここでね、まあ、底値圏から、安値を更新して、そこから押し目買いが入って、高値も更新したと。これトレンドですよね。トレンド。まあ、その先の動きなんで、まあ、目線としては上だと。これも変わらないですよね。なんで、まあ、押し目買いを狙っていけそうな場面であれば、まあ、積極的に狙っていきたい場面ですよね。うん。もう一つ、聞いていた、この、今の目線は上位足というのが発生していることから、買いの目線で問題ないかと。これ問題ないですよね。うん。で、まあ、もう一つ言えば、まあ、押し目買いを考えたいので、ね、安い位置から買っていきたいんですよね。安い位置から買っていきたいと。で、高値を作った位置からぐーっと下がってきて、これ、まあ、107円っていうところ、まあ、ここで、ね、下髭つけて、行っていったり。あ、ここ意識されてるなと。直近安値があるなと。ここで押し目買いが入っていけば、この切り下げラインをブレイクしていきそうだなと。イメージとしては、こういうイメージですよね。で、直近高値も抜いていきそうだと。これ、すごくいいですよね。形としても悪くないですし、これ今、見てる時間は30分足ですけども、30分足レベルでも波が変わっていく場面が、ここを下抜けていくっていうところなので、でそれも、こういった下、ヒゲつけて伸ばされているときとか、ダブルボトムをつけて綺麗な寄せ型。あ、多分この次ですね。おそらくここじゃないですかね。綺麗な寄せをつけた。まあ、こういった位置で、おそらくエントリーしたらと思います。で、損切りを。これもおそらく、多分ね、この直近の安値だと思うんで、ここに設定して、目標値を多分この直近高値にしたんですよね。107.14 でしたね、確か。ね。うん。で、これを5分足で見ていったと。これは決して悪くないと思います。まあ、ただですけど、これ見てわかる通り、この30分足レベルのこの切り下げがずっと続いている状況というのはまあ一つ考慮しなきゃいけなくて、仮にこの切り下げがね、まあ、継続していったとすると、この高値を超えられずに、例えばこういった位置からこう、まあ、下がってくるっていう可能性はまあ一つ考慮しなきゃいけないですよね。で、そことを天秤にかけて、今のその4時間足のトレンドフォロー、プラス、まあ、短期足のね、まあ、トレンド転換というところを狙っていく。まあ、その頭があれば、決して悪いエントリーではないのかなというふうに思います。で、これは繰り返しですけども、まあ、注意したかったのは、高値で抑えられたと。まあ、直近高値で抑えられたと。で、単にここで止まんなかった場合に、今の安値、底値圏、まあ、こういったところまで下がってくるのかなと。で、切り上げラインがこう来てるので、まあ、切り上げラインに当たりそうな、こういった位置まで下がってくるのかなと。まあ、目標としてはこの辺りですよね、大体。次の目標としては、106.8 円とか。ね、もう一段階下がって直近の安値まで来ると、106円とか。106.68 ぐらいですね。で、これが何なのかっていうと、4時間足で流れが変わっていってしまう場所なので、ここさえ超えなければ、4時間足のトレンドフォローっていうのは、まあ、ダウ理論のね、目線の変化、と、まあ、あると思うんですけども、それを踏まえても、ここまで下がってくる可能性はあるっていうところですね。うん。まあ、それを考慮して、いけば、何も問題ないのかなというふうには思います。まあ、問題ないというかね、決めつけるのは良くないですけども、今のこの4時間足、ドル円を見たときには、まあ、ここまで下がってきたとしても、押し目合いが入りやすいなっていうチャートではあるっていうところですね。なんで、ま、ここで、仮に今のそのトレンドをフォローしていて、短期足レベル、30分以下の時間足ですよね。で、狙っていきましたと。で、直近高値を更新するような動きを狙っていきました。で、これが、まあ、一回失敗しました。これは仕方ないと思うんですよね。で、ここで反発しなければ、もう一段階下がってくる。あ、じゃあ、こういった位置からもう一回、押し目買いを狙っていくチャンスはないかな。そうやって見てくれれば、何ら問題ない場所だったのかなというふうには思います。で、まあ、5分足でエントリーしているというところで、まあ、損切りも小さいですし、まあ、目標も、直近の高値、ここですよね。欲張ってもいないので、5分足レベルの値幅としても、まあ、すごく、
いいんじゃないのかなというふうには思います。一応5分足でもう一回確認しますけども、おそらくこういうところですよね。はい。じゃあ、例えばね、この5分足で、何が考えられたかというと、一応5分足でこう高値を抑えられているっていう、この5分足レベルのネックラインがここにあって、107.14 付近ですね。まあ、目標値なんでね、十分ここでいいと思うんですけども、ここを超えていかない場合には、まだこう下がっていくぞと。で、結局そのラインに沿ってね、じわ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 下がっていったっていう、まあそういった値段、そういった値動きですよね。で、まあ損切りも設定しているので、まあそれが今自分が想定していた値動きがならなかったっていうところで、でここで損切りをして終わる。まあその選択肢で、いいと思います。まあ、間違った形、間違った考え方っていうのは、いや、ここで上がるはずだと。損切りを設定しないでね、ずる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 持っていってしまって、含み損を抱えてしまうっていうのが一番いけないので、まあ、それをせずにしっかりと損切りをして、切り替えていけば、何ら問題はないんじゃないかなというふうに思います。で、欲を言えばというかね、まあ、ここのエントリーを活かして、今の流れ、4時間足の流れ、っていうのを活かして、ここの今の直近ですね、ここを超えていかなかったんですよね、これね。で、最終的に、まあ、ここをまあ安値を切り上げてきたと。このあたりは、ここもね、先週、あれこれお伝えしたところですけども、上と下、まあ、重要指標と安値を超えきらなかったっていう動きで、横の動きになってしまったので、またね、まあ、再度考察していく必要もあるかと思うんですけども、今の流れからすると、この安値を超えていないっていうことで、例えばこういうところからとか、まあ、こういうところから、まあ、買うチャンスっていうのはいかでもあったのかなと。で、これが4時間足のね、押し目の深い位置なので、ここから買っておけば、この高値を超えていくようなね、強い買いというのも狙っていくチャンスはあったかなと。もちろんこういうところを短期足レベルで、5分足レベルで見ていくというのは、悪くないですよね。これはまあ復習になりますけど、大きい波が、例えば、これ全部消しちゃいますけども、これがまあ4時間足の流れですよね。4時間足の流れ。こういう流れができてて、4時間足のダブルトップができて、今こうグーンといったっていう、まあ、そういうチャートですよね。4時間で見ると、こんな感じ。で、この4時間の流れの、頂点、まあ、天井と底付近っていうのは、短期足レベルで、例えばこういうところを拡大すると、大きい流れっていうのは、こういう V 字をしてるんだけども、そういったところに、短期足レベルのダブルトップだったり、さらにこういうところで、さらに小さい時間足のダブルトップとか、天井底根圏の動きっていうのがあるっていうところ。で、そこを短期足レベルで見ていくことができると、そのチャンスっていうのがね、早く察することもできると。で、例えばそこを5分で見てみると、まあ今のこの形ですけども、5分でちょっと見にくいですね。まあ今の1時間足にしますか。こういうところ。まあ、例えば1時間足のこういう底ですよね。まあ、こういう感じですよね。こういう感じ。で、ここじゃまだ買えないので、その次、ここですよね。そこを打って安値を更新できなかったっていう動きで、結果的にこの4時間足のダブルボトムっていうのを見て、ここから買っていくとか。そういった手法を取れるのが5分足の魅力だったりするので、やっていくっていうのはすごくいいですよね。うん。で、短期足レベルの勝率っていうのはどうしても下がるわけですよ。なぜなら、短期足っていうのは長期足のそれに比べて、上行ったり下行ったり。この波の途中っていうのはどうしても、例えばね、こういうところ、上行ったけどドーンと下がって。でも最終的には上まで行ったと。この途中っていうのはどうしてもこう短期足レベル乱高下してるんですよね。でも一つ大きいよ、この4時間の流れで見ると、こっからずっと上っていったと。大きい流れの方が緩やかで大きい流れで安定した流れなんですよね。だからこそ、まあできることならば、大きい流れのトレンドフォローを
していく。これがもう何より大前提、というか、まあ、勝率を安定させるためには必要なことですよね。ただその大きい流れのポイントっていうのは、動く時間が、波ができる時間が長いので、エントリーチャンスが少ない。なのでそこで、さっきのようにね、こういったところを短期足で見ていって、チャンスを増やしていくっていうところですね。ただチャンスを増やしていくと、どうしてもこの途中のこういうところでも同じようなチャンスっていうのは出てくるわけで。こういったかもしれないけども、結果的には、ああ、こうならなかった。ここでもチャンスはあったけども、このダブルボトムは失敗したと。で、ここで同じを、ここでエントリーしたのと、こういったところでダブルボトムを見つけてエントリーするっていうのは、形的に、考え方的には一緒ですよね。うん。なんで、ここをトータルして、今回のその上昇を狙う。4時間の締め替えを狙う。っていう意味合い。なんで、どうしても勝率は下がるはずなんですよね。短期足レベルにしてます。勝率は下がると。ただ、チャンスは増えるので、そこで、まあ、試行回数を増やして、まあ、勝っていきましょう。みたいなところが短期足レベルの、まあ、最たる部分なのかなと。そういうふうには思ってます。なんで、チャンスが増えるからといって、勝率が高くなって、いっぱい勝てるかと言われると、まあ、そういうことではないですよね。どうしてもその短期足を見ていくと、一日の中で、どんな場所でもチャンスに見えてくるわけですよ。例えばこういうところで、これ1時間足ですけども、短期足レベルでも売りのチャンスってあったりして、まあこういうところもあったりして。でも、大きい流れからこれ逆らってるっていうことですよね。うん。で短期足レベルで見ていくと、どうしてもね、その長期足の流れに逆らっていく場所っていうのに気がつきにくくなったり、どうしても視野が狭くなってきてしまって、こうね、もう目線がこうちっちゃくなってきてしまって。広く見ていけば、あ、ここは逆張りなんだなと。あ、ここはレンジを作ってんだな。それが気づけたはずなのに、5分とか1分とかね、短期足ばっかり見ていたがゆえに、その部分に気がつかなくなってしまったっていうことは起こり得るので、まあ、それを防ぐためにね、必ずエントリーする際には、長期足の流れですね。まあ、冷やし4時間足。まあ、そこで分からなければ、週足。まあ、冷やし4時間足の流れを見ていって、今の流れっていうのを、まあ、最低限掴むと。まあ、ドル円に関して言えば、今もう上に向かっているっていうのは、まあ、誰もが思っていることで。まあ、上に向かっていくところで、まあ、狙っていくのは何をすればいいのかというと、押し目買いですよね。うん。押し目買いするチャンス、どこにあるのかなと。まあ、反発してたんで、まあ、この辺りで一回押し目買いできそうだなと。4時間足でね。じゃあ、ここで一回、その短期足で流れを見てみようと。上がってきて、直近高値止められて下がってきたんで、もう押し目買い狙っていこうかなと。この波に対しての、例えば、半値とか、60多少値とか、今回送っていただいたのは多分この辺りですけども、そこで一回押し目買い狙ってみようと。じゃあ、そこでダメだったら、今度は、そこまで落ちてきたから、こういうところですね。こういったところで押し目買い狙っていこうと。仮に今回ここで、例えばここで負けて、ここで負けて、ここで負けても、例えばこういうところでエントリーする。3勝1敗、1勝3敗だとしても、ここでの上昇っていうのはおそらく取れてるはずなんですよね。で、トータルして、まあ、今回のこの4時間足の締め買い、プラスになりました。5分足では、まあ、全敗しました。それでも、結果、いいわけなんですよね。うん。で、大切なのはそれを、まあ、5分足はどうしても勝率が下がるので、同じような考えのもと、何度も何度もトレードして、トータルで、その大きい流れの上昇を狙いましょうよ。大きい流れの一つの波を狙いましょうよと。そのきっかけを、まあ、どっかでこう掴んでいきましょうよっていう、まあ、そういった考え方ですよね。なんで5分足を見ていたからといって、1日の間に10回も20回も30回もエントリーできるわけがないですよね。うん、エントリーできるチャンスっていうのは、結局、長期足の天井とか底とか、重要ラインに接近してきた際。なので、まあ、数時間に1回とか、まあ、1日に1回とか、はっきりとしたチャンスっていうのはおそらくそのぐらいで、そこを短期足で何度かこうチャンスを見つけていく。っていうところですよね。まあ、自分の感覚では、まあ、短期足で、まあ、日に2、3回程度、エントリーするとしたら、まあ、複数通貨ペアを使っていればね、また話は別ですけども、まあ、一つの通貨ペアとすると、
例えばこれだ、もうここはいいぞっていうポイントは、おそらく5分足でもう1回あるかないかぐらいだと思います。うん。なんでね、5分足だからといって、こう頻繁にエントリーできるかと言われると、まあそうではないと。5分足でもしっかりとチャンスを待ってね、引きつけた上で、長期足の波を、の押し目、戻し等を引きつけた上で、エントリーするっていうところは、しっかりと考えなきゃいけないですね。うん。これはね、もう注意事項、アドバイス等になっていると思うんですけども、まあ、それを考えていけば、まあ、今回のエントリー、この場所に関して、ドルーム5分足、根拠、まあ、すごくいいですよね。うん。なので、まあ、この考え方を、まあ、この後も繰り返して、積み上げていけば、おそらくね、こういう波の、ぐーんと伸びる場所というところについていけると思うので、繰り返し言ってもらえたらいいのかなというふうには思います。そのところですかね。まあ、今の話でね、まとめというか繰り返しになりますけども、5分足のエントリーだったとしても、そんなにチャンスはないんですよね。うん。これはね、多分多くの方が勘違いしていることだと思うんですけども、5分足だから日にね、20回も30回も中には来る。100回とかね、そういったトレードをする方はいらっしゃいますけども、全くもって無意味と言ってもいいぐらい。もちろんね、人によって、トレードスタイルはあるので、あと自動売買とかね、そういった使ってる方もいらっしゃると思うんで、すべてをすべて、否定できるわけではないですけども、一般的に、チャートを見てエントリーすると。まあ、テクニカルっていうものを使ってエントリーするっていう考え方でいくと、日にその何十回もエントリーできるっていうことは、まあありえないと思うので、もう一つ、今一つね、エントリーの場所というのを熟考して、本当にそこで入っていいのかなと。長期足に逆らってないのかなと。自分のトレードが、の形にちゃんと当てはまってるのかなと。うん。そういったことを今一度考えてみると、そこまで優位性がない場面でエントリーする可能性はあるので、しっかりとね、その長期足の流れ、っていうのを、まあ、ひとまず一度確認した上で、そこをね、再度、短期足で見ていくっていう、その作業は繰り返していってもらえたらいいのかなと。そうすることでね、きっと、短期足レベルでも勝率は安定してくると思いますし、まあ、短期足レベルというよりね、まあ、5割、6割の勝率を出すことは、おそらくできると思うので、今後のね、まあ、トレードの際に、まあ、注意点として、見ておいてもらえたらいいかなというふうには思います。はい、今回の話ですけども、まあ、短期足レベルのトレードでね、まあ、注意すべきポイントというか、まあ、気になるポイントというか、送っていただいた、まあ、失敗エントリーの中からね、まあ、これと考えてみました。今後のね、まあ、トレードの参考にしてもらえれば幸いです。それでは今回もご視聴いただきましてありがとうございました。まあ、こういった質問はね、また、お気軽に寄せていただければ、まあ、時間可能な限りね、お答えして、こういった動画で返答させていただきますので、これもね、繰り返しになりますけれども、この自分のトレードを振り返る時間っていうのは、もうめちゃめちゃ重要で、めちゃめちゃ勉強になるんですよね。なんか高額商材、高額塾に入ったとかね、お金を出してこういった教材を買いました。まあ、そんなことよりも、自分のこのトレードを振り返る時間っていうのは、もうお金に換えられないぐらい、はるかに重要な時間で、価値のある時間で、これを繰り返した時間の分だけ、トレードが上手くなると言っても過言ではないので、この時間、とても大切にしてもらえたらいいのかなというふうに思います。はい、それではね、今回の話は以上です。参考になったなという方だけで結構ですので、YouTube のグッドボタンを押していただけると励みになります。それではまた更新します。今日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。